和也くんだよね。めっちゃいいかな。私水族館初めてなんだ。ありがとう。またね和也くん。和也くん待った？髪やるの時間かかっちゃって。どうかな。はい、ありがとうございます。ううん、私はこの仕事好きだよ。え、他人しておきますね。うん、和也くんの好きなように呼んで。チンアナゴって臆病だからずっと砂の中を住んでるんだよね。どうせ一日だけの付き合いなんだから。ちょっと和也くん、急にどうしちゃったの。だいたいさっきから何、虚しくないとか聞いてきたり他人でしょとか言って。え、バカなの。いや、レンタル彼女だっつってんじゃん。そういう約束だ。これが今までだってこの仕事に手を抜いたことないし、水原千鶴って何の興味もない魚の視点まで買ったのに。全然別人。まだ続ける？その気があるなら私もそのつもりでやるけど。おっと、まだ時間残って。の同級生の方かしら。えっとまさか彼女。はじめまして、水原千鶴と言います。そういうことはしっかりしようって。ちょっと何考えてんのよ。あ、なんて偶然、運命かも。この仕事秘密にしてた私も悪いのよ。人が多いだけ、みんな心に開いた穴を仕事とか恋人。ま、今日みたいなのは勘弁だけど、また呼んで。私のことは一切知らない。私たちの関係は何もなかった。さようなら。二度と同意して送信しないことを祈る。預けばいいんだろう。ここに住んでんのかって聞いてんの。水原千鶴が入りを強要する行為を禁ずる。大人ならこれの意味が分かる。出てって。お料理作ってたら遅くなっちゃって。なんでここに。何言ってるの和也さん、朝から何度も連絡くれたじゃない。おばあさんのためなら私どこへだって駆けつけ。音かけなかったら。お見舞いは1時間だけ。毎週水曜日1時間だけならレンタルさ。病院に行く時間でしょ。じゃあ行こっか和也くん。水原と言います。いつも和也さんがお世話になって。隣には史上最下のメス。失礼しました。殺した。私の和也さんを悪く言わないでください。私でよければ相手するから。はじめましてですよね、和也さん。お久しぶりです、水原千鶴です。何ですか。なに。意外と軽いんすね彼女さん。俺には不釣り合いだよな。本当に風邪っぽいかも。いえ。これが私の仕事。楽しかった。てくれる人が現れたんだって。きっとあんたのこと最後は幸せにしてくれると思う。しっかり話し合って別れたって言えば納得。任せてくれ。すごい音だね、何してるの。外。そうか、私船から落ちて。ねえ。助けてもらって本当ごめん。当然でしょ、彼女なんだから。待ってくれる？なんであんた。これを機にじゃない。水原の浴衣姿パネー。いいわね。いいこと聞いた。あのおばあさん。うん、千鶴姫はまさに木下家の未来を照らす光。
隅々まで綺麗に洗わせていただく。いらっしゃい。私が手取り足取り教えてあげる。生かすのがかわいそうだからよ。顧客は対価に見合ったサービスを受ける権利があるの。できる限り早くおばあちゃんたちが悲しまない形で。その水原はえぐい。仕草もいちいち洗練されてるっていうか、髪もサラサラで今日の服も超似合ってるし。でも前向きに、じゃないと出会いが逃げてくわよ。安心して、私が彼女でいる間は放っておいたりしないから。もしもし。別に。お尻のラインとかくっきり出て、つい夢中になっちゃって。気にする必要ないわよ。目的が何であれ、全力で何かを取りに行こうとする姿をこれくらいは普通にする。なんだか誤解してるみたいなんだけど、私と和也さんは本当の恋人よ。あ、ちょ、何その目。水原したよ。人前だしこれでいい？